こんにちは、ネルソラです。今回はてっぺんでちょっとチャンピオンズランクを、ゼロの天空派デッキで目指していこうかなみたいな。まあ初戦からかなり辛そうな感じですけど、いやまあ速攻使ってくるような気はしたので、やられる前にやるみたいな感じですけど、かなり強いんですよ。相手のデッキは多分なので、やられる前にやれるかどうかが難しいんで、いけるかな。遊びは終わりだ。で、見ました、見ました。ああ、これはマルボクサイと思ったけど、そうでもなかったかも。相手のデッキはメモリーをガンガン、あ、必要なのはアクションカードをガンガン回してメモリーを貯めて、多分さっきのやばいやばいやつってよくわかりますとか、カウンターなんとかっていう、まあ、強いやつがいるんですけど、まあそれを出すようなデッキですね。意外と排除系が少ないので、まあ、速攻でみたいな感じで、今やってみた感じですかね。で、メルギガンテ、メルギガンテはもう2パターンしかなくて、速攻系のデッキか、そいつ嫌だな。でも先に動きましょう。ああ、それも嫌です。ただあれ、なんでこいつ狙えないの。あ、目覚めてるかな。それはやばい、かなりやばい、かなりやばいな。まあ行くしかない。いや、予想外の成長デッキでしたね。あんまり
最近成長を使ってる人を見ないので、見るとしたらメロとかでデュラーマデュラーとか、あとなんだろうな、あとはディアボロスとなんか強いやつの組み合わせだった気がします。いやー、もうこれはもうセッション出せるかどうか。マネタマネタ、お想定外、それは。それはね、想定外を出てきたよ。あー、バニラ。遊びは終わりだ。ケリを飛ぶな。それは全然。それは痛いなぁ。勝てるかな、これ。ああ、遅かった。遅かった。遅かったでござる。でも勝ちました。速やかで確実なる勝利、必要なのはそれだけだ。強い。非常にいい感じで勝ててますね。まあ、理由とかに当たらなければ。あー、ジルも、そこをどいてもらうわね。ジルはきついんですよね。まあ、特に衝撃波とか出してくるようなデッキとかだとかなり戦いづらい。ここまでよ。諦めなさい。3ダメージ。それは嫌じゃない。遊びは終わりだ。抵抗は無駄よ。おとなしくするのね。おお、なんとか生き残った。それはこうか。準備が整ったよ、ね、これは一体。これはきついですね。まあ、でも相手目覚め系デッキなので、まだチャンスはありそうな。蹴りをつける。さあ、天使ならこいつ。とっておきの。ああ、もうクランか。見回してあげるわ。大きいね、動物。
そう来てくれるならこうですか。これでどうでしょう。最後の警告だ。投降しろ。うん、あ、速やかで確実なる勝利。必要なのはそれだけだ。危な。今のところ4、3連勝か4連勝か分かんないですけど、調子がいいですね。かなりこのデッキ今の環境を、まあ相性は普通にいいのかな。とりあえず今この不安を やばい、仕方なく打ってしまった。あー、それは嫌だ。あー、きつい。思ったらラッキー。生きて、よし、これはでかい、これはでかい。デュアルの方がもう一丁。はいはい、やっとかったっす。間に合うか。ああ、間に合わない。間に合わない。勝ってたんですけど、4連勝しない。綺麗にかすごいな。まあとりあえずマッチングはめちゃくちゃいいですよ。うん、リュウにはこの日多分何もなく終わっちゃう。あとウェスカー、ウェスカーの相手を除去するプロのターンとか出てくるときついんですよね。お前の力を見せてみろ。はい、マクラマ勝てんす。基本勝てんす。勝ったらラッキーぐらいの感じで。はい。遊びは終わりだ。ああ、きつい。
はきついな。豪華きついな。まだ出そうか。まあきついっすね。耐えてくれるかな。さあこれでいけそうな雰囲気が。いやー運が良かったですね。このままチャンポンズランクまで一気に上がりたいですけど、まあさすがに無理でしょうね。いつかはなんか配信もやりたいんですけど、なんか配信の設定をいろいろしてるんですけど、うまくいかないんですよ。そうしないようなら身の安全は保証しない。手加減はしないわよ。なぜか。チュンリーできついのはあの、こいつ。ちょうど出てきましたけど、こいつが同一。食らうんですよね。まあでも比較的いい方なんですけど、良かないです。やばい、こいつやばい、こいつが激ヤバ鬼ヤバなんです。遊びは終わりだ。こいつがどうしようもないんだな、多分。まあ甘んじていろいろとダメージを受けるしかないので。最後の計画だ。投降しろ。ですよね。満ちてくる。負けない。まあしょうがない。畳みかける。これが なんとかなるかもよ。よし、相手があれですね、そのさっきのレイヤーでしたっけ、なんか出てきた時風船を持ってる時にダメージを与えるあれにこだわってくれたのが助かりました。早めにあの
真ん中に出されたあの目覚めのやつ出るとゲーム終了するめちゃくちゃ助かりました。レイヤー強いんですけど、初手レイヤーだとあのブレイジの効果がまあ全く使えないので、まあ役に立たないとき役に立たないというかですね。あら始まらない、まいったな。たまにてっぺんこういうことありますよね。これ巻き扱いになっちゃうんだよな。それが嫌なんだよ。よかった。なんかネットワークの調子が。またジャイアントキリングできればいいですけど、ウエスカーですね。ウエスカーもきついんですよね。ウエスカーのアニメイテッドデッキって言うんですかね。あの、あ、これは全然いいです。それはもう、はい、全然 OK です。私的には全然 OK になります。全然 OK になります。これはもう全然全然 OK でございます。遊びは終わりだ。最後の警告だ。投降しろ。邪魔をするな。うん、助けて。上かな。上かな。よし。速やかで確実なる勝利。必要なのはそれだけだ。お、いきなりチャンピオンズランクに到達しちゃいましたね。一旦ちょっと今日はここまでにしようと思いますが、何連勝？そう、下の方の負けてるのはフリープレイなんですけど、この辺からだ。まあいいや、この辺の45分ぐらいか。1,2,3,4,5,6,7,8 8連勝で、ジャイアントキリングもしてチャンピオンズランク、はい、入りました。今日はここまでにしておきます。またちょっと続きを時間とか改めて撮ろうかなと思います。一応デッキ構成はこんな感じになってます。なんかまあ過去から元々ネルギーガンテで使ってたパターンとほぼ一緒で、ぺちゃわちゃ出して風船と相手を止めつつ
まあ、ピローバットとかクローボーとか空戦系でダメージを与えつつ、あとサーギスが MP を下げてくれる、手札の MP を下げてくれるので、その辺で、まあ、この四角なきものの末路とか禁断の果実とかが相手のアクションカードの対するアクティブレスポンスで打ちやすくなったらいいなぐらいの感じで入れている。まあ他のやつもコストが下がるとありがたいので、あ、 MP か、 MP が下がるとありがたいのでまあ入れてますね。であとはまあ相手に対して、まあこの時序盤からガンガン攻めてるタイプで、ユニット自体をまあ死んでも気にしない、どんどん出して少しでもダメージを与えようっていうので、この蘇る像かを入れてますね。で、新カードのライゼックスですね。これがまあ結構強いかなと。うん。一応一回しかそのアクションカードを使わないのであれば、まあクローの方が強いんですけど、結局まあこの辺のサイコパワーの強化とかと組み合わせるとまあ強くなりますし、まあ攻撃通すときには結構このクリスタルハンターで相手を止めることが多いんで、まあ意外と通りやすい、通りやすいというか、攻撃力は上がりやすいんで、で困った時のパウ違うパオパオウルムですかね。これはまあそのユニットの HP が低くなってきて、まあ、攻撃取んないなって思った時とか、まあ、相手の大きい攻撃力の大きい HP の大きいユニットの前に、まあ、他のユニットを出してこいつで止めるとかですね。うん、なかなかでもその大きいユニットが一回出ちゃうともうきついんですけど、まあこっちは数を並べてる3つの枠を大体まあそのユニットがいることが多いので、まあ、これで止めるっていうのは結構いいかなと。で、目覚めると俊敏がつくんで、さっきも何戦目かありましたけど、地味にダメージ与えてくれるんですよね。で、サイコパワーとかで強くしてもいいですし、実際に今回のゼロの場合は天空波、このヒーローアーツで、攻撃に上げると8点か、もともと1なんで8点飛ぶんで、意外とフィニッシャーとしてもいけるという感じですかね。最初に出るとちょっと若干辛いんですけど、さっきのこのパオウルムですか、まあ、でもそれでも16なんで、粘ってくれるっていう意味では、まあ、初手で出しても悪くないんですけど、もう流れはもう初手ケチャオチャかクローかライゼクスかピロバットかですかね。で、まあ手札にアクションカードがあれば、まあサービス出してもいいですけど、どっちかっていうと、まあ最初その辺から出してく、空戦を持ってるやつから出してく感じになるかなと思いますね。まあサービスを他のカードに変えてもいいのかなぐらいの感じですかね。変えるとしたら空戦の持ってる、カードなんですけど、まあ、できれば3でいきたいので、こいつバットンボーンですよね。まあこれか、それかな。今だと息吹とかの方がいいかな。どうなんだろうな。あんまり4のユニットってその2色だと結構きついので、
人的には下がりがいいと思うんですけど、ちょっとまあ試してみないと分かんないですよ。意外と地味にはこのプラズマとかも結構いいんですけど、あとは何がいいんだろうな。ああ、まあレイレイとかもまあありですね。うん、相手が同じようにたくさんそのクリーチャー、先生ギャザの用語で言っちゃうんですけど、ユニットを出してこなければレイレイは全然ありですね。あとは、なんだろうな、前は、そう、入れてたのは、こいつだ、イリミネーター。これが、極悪に強いんですよね。ただ、これ、3枚揃わないと、その極悪さがちょっと、まあ、影を潜めるというか、俊敏で攻撃力2って時点でも結構使えるんですけどね。できれば最低でもポンポンと2体出したいですけど、俊敏のせいで結構死にやすいんですよね。で、黒単、黒属性の単色だったら全然いいんですけど、あんまりなっていう感じなんですよね。あとはこのアタックかな、ゲートとか。まあでもゲートも結構微妙。あんまりにもそのこのライフ犠牲多くしすぎるとちょっときつい。エネルギーランテとかだったら全然ありですけど、まあちょっと、あとはまあウィリアム・バーキン、ウィリアム・バーキンとか強いかもな、このデッキだとサービス。そうですね、そっちの方がいいかな。このリッカーも結構面白いんですけどね、ちょっと使ってみようかな。はい、という感じで、なかなかとめちゃめちゃでしたが、チャンピオンズランク到達しました。またちょっと上を目指して頑張っていこうと思います。